はい、カレーですよ、ハッピーです。毎度どうも。皆さんは GoPro を使っていますでしょうか。じゃん、これね、ご存知だと思います。GoPro は、アメリカの GoPro 社の、アクションカメラですね。基本ビデオカメラです。写真も撮れるんですけれど、170度というね、広い、画角を持っていまして、3種類あって、それぞれいろいろな性能なんですけど、これ、松竹梅のですね、竹です。GoPro Hero 3 シルバーエディションという、カメラなんですけれど、いわゆるアクションカムというものなんですけれど、例えば、その、ヘルメットにつけて、モトクロスターとかオートバイとかでツーリングしたりとかの時の、自分目線のビデオを撮ったりと。サーバーの人なんかは、自分のボードの一番前にこっち側にね、自分向けにつけて、で、チューブ巻いてる中を、滑走してるところを撮ったりとか、これね、防水機能もついてますんで。エクストリームスポーツに使うカメラだという認識が、多いと思います。ところが僕はこれは、エクストリームスポーツだけではないカメラだなというふうに思って、例えば、今年の4月、1ヶ月出かけてきたスリランカで、旅カムとして、旅行のね、記録を撮るための、カメラとして使いました。はい。あとはいつもはね、これまあ、社外品のオプションなんですけど、クリップ式のこういうもので、洋服とかバッグに挟んで撮ったりとか、あとはこれをこのまま置いて、自分の方に向けて、もしくは、友達がこっち側にいるでしょ？で、友達と、僕の間に置いて、で、テーブルカムとして、トークを撮ったり、いろいろな、エクストリームではない、かえってエクストリームではない動画ですね。はい、撮り続けています。そういう中でですね、映像関係の人は、知っている方が多いと思いますけれど、ヒマナ犬という会社がありまして、そこの、代表の河合さんから、面白いものを、譲っていただきました。ハビさん、これちょっと使ってテストしてよ。って言われてもらったのがこれです。なんでしょうこれ。なんかなんだかわかんないよね、パッと見るとね。なんとなく見覚えがある人いるんじゃないでしょうか。ね、思い出した。本当はここにね、半球ですね。半球のカップ型のものがついていまして、アイスディッシャーなんですね。アイスクリームの大きなホールのものにこれを差し込んでクリッとこう、アイスをすくい上げる、あの機械です。その、上にですね、こういうものがついてますね。これ、ですね、何かと言いますと、これね、台座なんですけど、これね、3D プリンターでプリントしたらしいんですよ。これ何回すのよと。どうすんのこれは。ちょっと待って。こうね、ネジ。ネジ。もう分かった。これでしょ？こうでしょ？パカッと開くじゃない。で、スポット出すよ。これ、裸の GoPro。乗っちゃうわけですね、ここにね。この、バンドというかね、うん、固定の、よいしょ、アームの中に、噛み込むわけですね、こうやって。うん、はい。これです。これが、まあ、なんというか、完成形というか、使用形態ですね。仮の名前で、GoPro 回転グリップと、河合さんは呼んでいます。はい。くるり。こういうことです。はい。こういうことなんですよ。で、これをさ、何に使うか。あなた。あなた。ちょっとインタビューに答えてください。はい。で、こうでしょ。こうする。これ僕の方向いてるでしょ。はい、カレーですよ、ハッピーです。毎度どうも。今日は、あなたさんにインタビューをしようと思って、ここ、東京杉並にやってきました。あなたさん、こんにちは。あなたはね、こんにちは。今日はちょっとあなたさんにいろんなことを聞きたいと思いました。あ、そうなんですか。あ、じゃあ、いろいろ。あなたさん、おにゃにゃにゃ、おにゃにゃ、そういうことなんですよ。ハッピーさん、どう思いますか？あ、そうなんですか、あなたさん。そうですか。僕もね、同じようにそのカレーとっても好きで、あなたさんはどこの店が好きですか？ああ、僕はそういうすいません、寸劇でした。こういうね、インタビューカムに使えるんじゃないかと。うん。あと、だからほら、インタビューだけじゃなくって、ここ先、出先なんかで、カメラを回しながら歩くこと多いと思うんですね。で、自分も喋りたいじゃないですか。ね、そうすると、ライブ感出たりするんで、そういう時にくるっと回して、あにゃにゃ、あにゃにゃって言って、また戻してみたいな使い方、もできます。はい。これ、ね、結構ね、応用範囲は広いんじゃないかと。で、まあ、いいじゃない。ずっとこのまま撮っといて、
で、あのカメラを自分に向けて、こういうまた喋ってっていう映像を撮っといて、後で編集すればいいじゃないって話もあるんですけれど、これね、即効性が違うわけですよ。その、カットして自分の方、カットして自分の方っていうその作業が必要なくなる。これが、あの、メリットだと思います。で、どういうことかっていうと、それ、編集いらないわけですから、まあ、インタビューを、えいや、やるわけですよ。帰ったらとは言いません。僕のあの、ワークフローであると、ここからあの、カードを抜きまして、はい。それで、あの、iPad mini にね、ザクッとこう、あれですよ、あの、差し込むわけですよ。編集をそれ、必要としない。このカットっていうのは、もう自分でもう、一本撮りで、この中にもう入っちゃってるわけです、データが。そいつを iPad に入れて、その場でその、アップロードしたりとかね。うん、そういうことができるわけです。はい。これは、なかなかね、面白いと思う。インタビューってそのライブ感が大事だし、あとあんまり時間が経っちゃうと、その時の季節とか事象とかそういうものにちゃんとリンクして、紹介をしなければいけない。そういうスピード感が必要な場合が多いです。その時にね、これを使うっていうのは、割といいんじゃねえかと思ってるんだよね。あとはまあ、これはね、河合さん曰く、プロトタイプなんで、まだまだ形状が変わりますと。いう話なんですね。で、いろいろなプロトタイプができてるみたいなんですけど、例えばね、これ、河合さんがやってらっしゃいましたけど、マイク型、いわゆるそのインタビューマイクあるでしょ？ここが筒になってて、で、こうやってマイクを向けるみたいな、あの形にして、そのまま、なんとかかんとかですよって言って、あなたはって言って、こう、うん、なんとかかんとかかんとかです。ってやってくるって回すような、使い方ができるようなものも考えてるみたいで、それね、随分僕いいんじゃないかと思うんだよね。ただね、問題が全然ないわけでもなくって、例えばこれ使った時に、音がするでしょ？カチャカチャ。うん。この音っていうのはね、どうしてもGoPro のマイクが拾っちゃうわけですよ。うん。で、あと、その、回すわけだからちょっと外部マイクもつけにくいよね。そういう問題も、ありまして、音関係ね。ただね、僕なんかの使い方だと、割とそういうものを細かくやらないで、ラフにやることが多いんですね。だから、使いようだと思うんです。本当にきちっとした、手でこういう風に持つタイプとか、あとはその民生用ではない肩にかけるようなプロ用のカメラとか使う場合は当然ながらきちっとした編集をした上での映像になると思います。それはもうすごく高画質でいいものになると思うんですけど、これはもっとラフにどんどん撮ってで、メモをして、で、メモ代わりに近いんじゃないかと。皆さんにそうやって、YouTube とかその他で公開はしますけれど、でも、あくまでその、なんていうんだ、高画質の大御所インタビューという感じじゃなくって、街頭でどんどん撮っていって、その、音うんぬんよりも内容、みたいな感じのものを、作っていくのに、僕は非常に有効だと思ったんですね。はい。これね、非常に面白いです。なかなか、でね、3D プリンターを使ったという、このマウントのところとかもね、すごくなんというか、興味深いんだよね。一般化し始めてはいますけれど、まだまだ先端の、技術を使って作られたもので、そういった部分でも興味深くって、すごくね、面白いので、ですね、これ貸していただいてるので、僕の、GoPro つけてですね、いろんな人のインタビューを撮っていきたいなって、ちょっと思っています。でね、インタビューにね、これ使うとね、何本か作ってますけれど、これね、面白がって興味持ってくれる人が多いんですよ。うん、どういう風に撮れてるんだろうとかって、うん、僕もそういう風に思いましたし、これ面白いと思います。その後、いろいろ、試験を重ねて、製品化になったらばいいなということで、河合さん動いてらっしゃるみたいなんで、皆さんも、動向を、追っかけてみてください。僕も途中途中でね、いろいろこういうのを使ったよとか、どんな感じでどういうものが、進んでるみたいな話もできると思いますんで。ということで、今日ご紹介したのは、暇な犬河合さんが、今、プロジェクトで取り組んでいます。プロトタイプの、これ。これじゃなくてね。そうじゃない、この部分ね。これね。うん。GoPro 回転グリップでした。面白いです、これ。あなたのところにも、これを持ってインタビューに行くかもしれません。河合ですよ。ハピーでした。じゃあね。バイバイ。